こちゃんも食べたでしょ。でしょ。わあ、美味しそう。うん。うん。うん。でした。届かないね、ぽやん。ぽーちゃん、届かないよ。いつになったら来るの？ぽーちゃん、ぽーちゃん、すごいの買ってきたの。見る？何を買ってきたかというと、じゃじゃーん！なんだこれ、ぽやん。なにこれ？これはなんかピーヒャラっていう笛で、すごい四方八方からうわーって出るみたいです。息を吹きかけると。ちょっとこれね、視聴者さんに2万人突破の時にね、ピーヒャラ笛を吹いてくれっていうね、リクエストがあったので買ってしまいました。こうやって組み立てないといけないみたい。これちょっと伏せてちょうだい。あらららいい子ちゃん、テストで吹いてみようよ。ねえ、とにかくこれを組み立てないといけないみたいです。すごいいっぱい入ってる。これ
わかる？これポヤン、何これ。こんな感じでいっぱい入ってるんだけど、これ組み立てられるかな。私組み立て手順っていうのがありました。ちょっとやってみようか。ポヤンねえ、できるかな。これすごいよ、ほら見て、ポちゃん、これがビューってなるんだよ。これをまず組み立てるみたい。合わさらないけど、くっつかない。これだ、これこれこれ、これを使うみたい。最初これでね、ポヤン押さえるんだって。あー、落っこっちゃった。これでいいのか。なんかこれ大丈夫か。ついにできました。ポちゃん、パチ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 、できた。出来上がりがこちら、じゃーん。すごいこれ。すごいねこれ。あの作り方が合ってるかちょっとわかんないんですけど、とりあえず組み立てることができました。本当は私が作りたい、あのこの形、この形なんだけど、もう一セットないとできないみたい。こんなの聞いてないよ。だけどね、なんか結構すごいいかついのができたので、これをちょっと今から吹いてみたいと思います。ポーちゃん驚くかな？じゃあちょっと吹いてみます。せーの。え？待って、全然。え？え？なんで吹けないの？これ。空気が漏れてる？どっかから。もう一回やってみよう。せーの。え？え？ブーって言った今。え？どういうこと？この笛にめっちゃポーちゃんが興奮してるんだけど、なんでさ、こっちから吹くと全然音が鳴らないんだけど、こっちから吹くと音が鳴るの、なんで？で、多分こっちが吹き口なんですよ。なのにこっちから吹いても音が鳴らないんだけど、なんで？これ不要品？ちょっと試しにここから吹いてみますね。これすごいんですよ。四方八方に
伸びるから、でもね柔らかいからね、ポーチャーに当たっても全然痛くないんだけど、ちょっとびっくりしちゃったのでかわいそうなのでもうやめたいと思います。ポーチャーに向かって吹くのはもうやめる。登録者様が2万人に達成した時にさ、この笛ママちょっともう一回吹いてもいい？ライブでね。これは今回視聴者さんがすごいおすすめしてくれてノリでね買ってしまったんですけど、ポチャからこれ頭にこうやってつけたらトナカイさんだ、こりゃトナカイさんみたいになっちゃった。ほら見てほら、かわいいな。はい、ということでちょっとね試しに吹いてみたんだけど、このね笛をつけたら全くこれが伸びませんでした。で音も鳴らないし、音はねこのまま吹いた方がね全然鳴るっていう感じで、はい、これはまだねちょっと怖いみたいです。なので今日はちょっともう吹くのやめます。これは、登録者様2万人に行った時にね、あの記念ライブをやりたいと思うので、そこで皆さんにね改めて吹きたいと思います。ちょっとノリで買ってみたけど、これ意外と高かったんだよね。1300円ぐらいしたかな。なんか可愛いのでね、買ってよかったです。はい、以上、検証でした。めっちゃよかったね。よくないか。ねえ、うまうまあげるよ。ごめんね、驚かして。驚かしてごめんね、ぽーちゃんね。もうやらない。ね。ごめんなさいね。ということで、次の動画で、お会いしましょう。